こんにちは、ぬるぬるですけれども、DLC 配信が約1ヶ月後ということで、本日はこちらエルデンリング、プレイしてまいります。以前 PS4 版で遊んでいたんですが、DLC を PC 版でやりたくなりまして、新規に Steam で購入してキャラを作成しようという次第です。とりあえずラスボスまで行ければいいかなくらいのノリです。まあエルデンリングは5周くらいクリアしてるんですぐ終わると思います。我が圧倒的プレイスキルをお見せしていければと思います。よろしくお願いします。素性は、侍で行きましょう。刀さえあればどうとでもなりますから、このゲーム。侍には誉れがあるから。わかったわかった。じゃあ行くぞ、エルデの地蹂躙さぞ。なんでこいつ贈り物エビにしてんだ。まあええか、エビ好きに悪人はいねえからな。じゃ、次期の飛行士ここで倒しちゃいますか。ここで暴力を見せつけるために素性侍で開始したと言っても過言では。はい。開幕であいつ倒しても何も意味ありませんから、全然悔しくありませんから。来ました、久々のエルデです。2年ぶりくらいでしょうか。で最初のかがりびっつったら、いますよねー。いますよね、ツリーガードさん。リハビリで軽くひねっときますか。エルデンリングリリース当初に多くの初心者をほふってきたツリーガードですが、以前散々戦い尽くしてきた私からしたらただのルーティーンですね、こいつ倒すの。いけるいける、今回こそいける、あとやいなんは。全部ペトルスが悪。馬がよー。はよこっち来いや、広いとこ来いや。逃げろー。前足ついたら、くるりん。からの強い愛、もう愛しか使わんからなてねえ。居合でゴリ押すために青エスト全クリにしたからなてねえ。はい前。からの居合。はい後ろ。それっこ、前秒撃て。あれ疲れちゃった？大丈夫そう？居合ギロか？突進好きだけど好きじゃない。はよ近くでおぶりして役目でしょ。それそれ。ここ居合入ります。そしてここも居合入ります。よし。あ、すみません。月からの。ここ。ここじゃないじゃないですか。いい加減にしてください。で、そろそろ体勢崩さんかい。早く崩さんかい体勢。さあ。さらにもう一発。はい、ここまでノーダメです。嘘じゃないです。それやめろ。盾やめろ。馬と盾やめろ。一生ハルバードだけ吹っとけ。だからそれやめろ。総合系が。はい前ロリからの、だからそれやめろって。あれかな、自分が楽しければそれでいいみたいな体育館。盾やめろ、それは俺に聞く。やめてくれ。盾やめろ、盾やめろ、盾やめろ。よし、はいはい、盾やめろ、盾やめろ。トロブー殺す。よし、大振りしろ大振り。それでいい。あと一発あと一発、最後、横切りの居合で決めたい。こいやぁ。痛い。死ぬ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 。無理無理やめろ無理やめろ、ボケ空気読め。これで、終わりだ。よし。もっとこう、大振りのわかりやすいやつをですね。それだ。さあ、ボケ振りがボケーゲー。必然ですね。特に喜ぶようなことでもありませんが倒しました。このまま正規ルートのマルゲットへ向かいます。北メリ、馬よこすメリ、アクシロメリ。OK メリ、もう用はないメリ。わかったわかった。お前みたいな最初のボスに時間かけてらんねえんだわ。悪いが一発クリアさせてもらおう。わざわざ自分一人で戦うことないじゃない。NPC に助けてもらえばいいじゃない。さあやっちまいなロジェール。おおお。全く使えねえなおい。もういいよ。あとは自分で倒せばいいんでしょ。あと6割くらいやってやんよこらおい。では切っていきます。はい前。からのやい。のそのそ歩いてんなよ。突進しろ突進。それそれ。今回ノーダメで倒し、今回ノーダメで倒し切ります。一回でも被弾したらエルデンリング引退します。いや、全然4回以内の被弾ならノーダメなので、死者誤入したらいいので、これが数学というものです。ハイウェル、大振りの攻撃が増えました。ここまで来たらより一層被弾する心配はありません。価値格です。こういう大振りの攻撃、投げナイフは被弾としてカウントしねえから、民法でそう決まってるから。それやめろ、剣やめろ、ハンマーだけ持っとけ永遠お前は、アンドレイを見習え。それだ。ハイストレッチパワー貯めてからの。
前からのやいからの、はい、どう見てもノーダメです。お疲れ様でした。いやじゃあ円卓行くメリ、早く連れてくメリ。はい、来ましたセーフゾーン。となればフリーオット、フリーハブの時間だーわー。いいから、言葉は不要だから、すでに身をなさないから。よし、じゃストームビル上行くぞ。おや？ここで命を落としたタミいるんすか？どういう感じで死んだん？ではさっさとストームビル上踏破しちゃいましょう。ここも何度も来てるんで危険なとことかは全部頭に入ってます。マジで任せてほしい。とりてめえごら何すんじゃ。鳥類の分際。ああ。くそ、エルデにミミックはいないとわかっているのに。殺してやる、殺してやるぞゴドリック、すべてお前が悪い。はいはい、まあゴドリックさんはね、何してくるかさえ分かってればそう難しいボスではないので、スプレイの民からしたらノーダメ余裕の箸休めボスなので。アツーイ、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 許さない、絶対にだ。ははは、はジャンプでも避けれますが、距離取ればいいので。いや全然ビビってるわけではなく、リスクヘッジです。このような安定感のある立ち回りがノーダメージ攻略を生むのです。は？死ななきゃいいだけなんだが？は？ダメージ食らったら回復すればいい話なんだが？ノーダメージでボス倒してなんかいいことあんの？むしろスリルを味わえていない分損なんだが？は？むしろ被弾したいんだが？ダメージ食らいたくて仕方ないんだが？ぶっ殺すぞ。お、来ましたメンヘラタイム。はいはい、ご昇覧あれ、ご昇覧あれ。乗り込めー。はい、致命です。ここまで計算して攻撃していました。もちろん。そしておいあい。勝ったな。普通の大振り助かる。おっおっお、焦っちゃったかな？焦ってゼロ距離で横投げしちゃったかな？来まし。ギコギコはしません。すんじゃねえ。ということで、ストームビル上、クリアです。余裕ですね。ゲーム開始してからまだ一度も被弾してない気がする。はい、では無事リエニエまでたどり着きましたので、今回はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。